おはようございます。皆川のおっさんです。今回はバラマキメガネ岸田氏を何とかしろ、今すぐ副業を始めないといけない理由についてお話したいと思います。よろしくお願いします。昨日、恐ろしいニュースが飛んできました。給食事業を展開している会社が破綻したというところ で各地の学校などの給食が、ストップしている事態が起こっているという形です。この会社は岸田のお膝元にあります、広島市に本社があるホーユーという会社で、学校給食や官公庁の食堂、病院など全国で約150施設に食事を提供していたが、その半分程度で営業が停止しているという状況でございます。で、8月末に国税から消費税納付を強制されたため、給料が支払えなくなったとの文書が同社の社長から従業員に配布されたという状況でございます。だからもうすでに、だからこの会社はもう倒産という形にもう話が進んでいるような状況でございます。で、ホイの社長は、取材に対しまして、食事の食費ですね、電気代、ガス代、人件費などの高騰により経営が厳しくなったと説明しているという状況 で値上げを相談しても根拠を教えてくれとか、そんなことをしますと他のとこやるぞみたいな形でそういう脅しがかかって、結局、値上げができないというような状況がずっと続いてたようです。で、特にですね、今回話題になってますのが、委託料を上げるって言いたしたら、自治体、観光庁、学校とかは給食の、値上げ反対する保護者は、自業自得なんで困ったからといって怒るのは、ホーユーという会社には筋違いじゃないかというような話も出ている状況でございます。で、本当にどんどん今の日本景気が悪くなっている状況の中で、またバラマキメガネ、増税メガネの岸田が、とんでもないことをやっている状況でございます。そんな状況の中でですね、岸田が何をやっているのかと言いますと、岸田文雄首相は、ASEAN 首脳会談に出席するため9月5日からインドネシアを訪問しているという状況 で現地で開かれたフォーラムで、 ASEAN との協力計画で約2兆8000億円の規模の交通インフラ整備を行うと発表したという状況でございます。アホちゃうんかというふうに思いますね、ほんま。特にインドネシアって国のことを皆さんご存知でしょうか。日本でほぼ受注が決まっていた、新幹線ですね、をめちゃくちゃ安い値段で、もう決まってから、横やり出してきた中国に結局くら返して、結局新幹線を中国でやるという形でちゃぶ台返ししたの国でございます。で、今頃でインドネシアがですね、なんか日本の支援を助けてほしいとかって言ってるんですけど、もし日本の新幹線で受注をしていったら、もうすでに新幹線が開業できるような状況になってるんですけど、結局中国に依頼したことによって、最初の言ってた値段からですね、どんどんなんか釣り上がって、あれも足りない、これも足りないという形で、結局日本の最初に受注した金額を超えて、でさらに納期も全然間に合ってないという状況で、今の状況ですよ。いつ新幹線が、できるかどうかもわからないというのが今のインドネシアの状況でございます。私たちからすれば本当にざまあみたいな感じですよね。本当にせっかく日本に決まっていたのに、本当に安物外の銭失いってことがよく言われるんですけど、本当にそんなことをやっているのがインドネシアです。そんなところにバラマキメガネ、本当に何してんねんって感じ でさらに日本の物価高の状況で、仮にこの2兆8000億円のこの交通インフラを日本の国内に使えば、どんだけの国民が救われるのかっていうことを岸田は理解してるんでしょうか。多分何も理解してないでしょうね、本当に。先ほど言いました、給食停止で自国の状況がかなり苦しいという状況の中で、そんな海外にお金を出して、でさらに日本の国民には税金でお金を取るというのが岸田のやり方でございます。本当に自分の金じゃないんで、結局自分の名声だけのためにどんどん海外に、ばらまきをやる、ばらまきメガネ、本当に日本の国民を嫌がることをやる増税メガネ岸田、本当にこいつに任せていたら本当に
いつ私たちの世界、私たちの本当にお金も、なくなるか分かりません。ですので、まあ、今回ちょっとお勧めしてますのが、まだ、副業をやったことがない方に関しましては、副業初心者の方が〇〇を活用して30万円を稼ぐ方法っていうのを今、1000円で、販売している状況でございます。本当にもう岸田に頼らずに、まずはもう私たち個人で副業で本当に稼ぐ力っていうのを身につけていかないと、どん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 日本は悪くなっていきます。で、岸田が、首相をつけている間はどん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 お金も目減りしていく状況でございます。それで本当に、岸田が何しようが、まあ、私個人で何とかやっていけるような形でするには、本当に自ら副業であって、自らのお金を自らでキープ確保していかないといけない状況ではないかなというふうに思っております。まあ、あの概要欄の一番上のところに貼っておきますので、もしよかったら、あのまず この手法に関しましては全く何ですか、学歴も関係ございませんし、男性女性も関係ありませんし、で、まあ、一部の年齢の方は、ちょっと制限があるんですけど、その年齢以降の方に関しましては、どなたでも、まあ、最大30万円っていうところまで目指すことができるような、あの副業になっております。で、まあ、FX とかっていう形で、これをやった方としてお金も一切目減りしません。で、これをやって、で、まあ、他の方もこれを、サービスを利用すれば、お互いがお金が入ってくるって形の、ウィンウィンな形の、副業になっております。だからといって、ネットワークビジネスっていうような、あの、怪しいものではなくて、で、まあ、金融庁からも認められた歴史とした形の、ビジネスという形になっておりますので、まあ、1000円という形で状況になってますので、まあ、副業をこれから始めていこうという方にとっては、全くスキルがなくても、始めることができるサービスという形になってますので、で、やって成果できれば、やって成果が出れば、本当に翌日からでももうすぐに、お金も入ることができるような、あの形のビジネスモデルになってますので、もしよかったら、一度、試してみてください。